はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、12月1日です。12月、はい、12月の中で冒頭始発に入りましたね。始発ですよ、ね、いや走れないよね。っていうか、なんか今年はなんかわかんないね。あの長かったんだか短かったんだか、ものすごく短かったね。いや、それになんかね、冬の寒さっていうのがなかなか感じにくいっていうか。そう、で、まあ、ここに来て天気もちょっといいですしね。そうね、うん、で、今日は第40回目です。今度は40回目ですよ、このカフェアンチャンネル。いつの間に。ね、ということで、今日はですね、あの先週、まあ、39回目の配信の時に35周年コンサートの中から枯葉を聴いていただいたわけですけれども、はい、今日はこの同じ35周年記念コンサートの中から今日はマイウェイ、マイウェイですよ。いいですね。はい、マイウェイなんですが、アンママはどんな歩んできた道ですか？私の歩んできた道はもう大変な道でした、青春時代は戦争と、戦争が終わった後の混乱と、それから再生していこうっていう日本のエネルギーを感じた時と、ものすごくいろいろな経験をしました。今日、まあ、今日というか、そのこの間歌ったマイウェイの中には、重なってる部分ありますか？やっぱり心持ちとしては重なってますね、やっぱり何が起こるかわからないような時代を本当にかいくぐってきましたからね、戦争でも私たちは空襲も受けましたし、もうその後進駐軍が入ってきていろいろな、体験もしましたし、もう私は人生を2回も3回もやって過ごしたような気がしますね、なるほど。ということで、やっぱり、まあ、歌もだから深みが出ますよね、マイウェイね。いや、本当はね、そういう思いを込めてじっくりと歌いたいと思ったんですけれども、いかんせん3曲歌ってしまったもんですから、最後のせっかくのマイウェイが力尽きてたような気がします。いや、それもマイウェイでしょう、まあ、何せね、89歳はい89歳、もう半分過ぎましたからね、来年の3月になると90なんです。もう本当に信じられないんです、自分が90歳で生きてるってことがね。卒業ってやつですね。じゃあもう90近い私の道ですからね。 それはへこたれてますって。いや、普通にね、元気に歩けるような年じゃないですよ ね。そうですよね。だからいいんじゃないですか、まあ、ということです。これはですね、11月の22日の、35周年記念コンサートの中からマイウェイをお聴きください。はい、お願いします。星月
今日もう死んでもいい頑張りました。ありがとうございます。お疲れ様でございました。ということで、その35周年コンサートの中では、先週配信した枯葉と真ん中に、はい、愛の賛歌を歌ったんですよね、はいはいはい、で最後にマイウェイというこの3曲を歌ったということ で、はい、で愛の賛歌は、前ですね、何回か前ですね、この枯葉チャンネルで配信してますので、これは、これは、今回は数には入れないけれど、後でおまけで動画つけておきますので、それも楽しんでください。はい、でも35年ってすごいよね。チェロの伴奏と、やっぱりピアノの伴奏では、やっぱりちょっと違います。違うよね。ね、もう気持ちですね。そう、35周年、今もだ36年目に入ったわけですね。はい、いや、すごいですね。天皇陛下の、3人に、うん、目ですからね。そうだよね。昭和天皇、平成天皇で今令和の天皇さんですよね。うん、3人目。まさかね、うん。お店開いてから天皇がそう変わって、しかもだから何年号が3つあるってことですよね。うん、そうなんですよ ね。いや、なんか歴史を見るとね、年号が3つも変わるとしたら、もうこっちは生きてなくて当たり前みたいなね。という感じです。うん、もうやっぱりね、途中はほとんどなんか忘れちゃって経過してしまってるって言うんですけど、ね、うん、最初のあのイチョウの葉がもう敷き詰められた ね、絨毯のようなところ、本当のオープンの時 ね素敵でしたよね。真っ黄色の黄色のね、あのイチョウの絨毯がもうその歩道を埋め尽くしましたね。埋め尽くしましたね。あれを持って枯葉も歌えますね、やっぱりね、ということです。はい、では、来週からはまた通常の歌に戻っていきたいと思いますが、はい、何を歌うかはまたお楽しみということで、はい、そうです、まだ、はい、秘密です。では、またね、さよなら、はい。私の願いはただそれだけ。